おはようございます。速稼塾の久保です。今回はですね、我が息子第一子の大和くんに皆さんからいただいたお礼の感謝の動画になります。ですね、ちょっとまだ全然受け取りきれてないものもあるんですけども、今手元にあるものだけでですね、ちょっとお名前は差し控えながら感謝の動画をちょっと撮らさせていただきますね。昨日お話しましたけども、千葉の方からこういったタオルのお礼が来てます。これね、子供をこの上に寝かせると身長が分かるようにメモリがついてるんですよね。とってもアイディアたっぷりの、タオルでございます。ありがとうございます。で、この現金類ですか、ちょっと皆さんご負担のないように、すいません、お振り込みの方もなんかね、なんか無言でしていらっしゃる方がいるんですけども、まあ、なんて言いますか、お気持ちなんでいただきますけども、ご無理はされないでくださいね。本当に嬉しく思いますので、これは全てですね、大和くんがいただいた現金につきましては、10歳になったらね、いろんなことを皆さんのことをお話してお渡ししようかと思います。私がね、いただくものではありませんので、大和くんがお祝いをされたということですのでね、大和くんに使わせていただきます。で、たった今ですね、こちらの方は、岡山から届きました。本と CD ということなんですけども、開けさせてもらえます。すみません。これね、入院中の私のお嫁さんも見てくださると思います。あ、これね、お手紙と、こちらにね、包んで、いやー、なんかね、本当はまだまだ受け取れてないのがあるんですよ。私がほとんど家に今いませんので、病院に行ったりね、買い出しに行ったりしてるんで、これどうやって開けるんですかね。本と CD っていうのはやっぱ読み聞かせ、ああ、これは、これは素晴らしい CD なんですけど、こんなね、立派なものをいただいちゃって、すみません、ありがとうございます。で、まだ入ってるぞ。はい、だるまさんとだるまさんシリーズね。いや、嬉しいですね。この放送してるのは、なんていうんですかね、こういった贈り物が被らないようにという意味もあるんですよ。なんかまだまだくださいってことじゃないですからね。本当お気持ちだけで、メールだけでも本当に大変嬉しいです。メールの一枚一枚を私、ちょっとプリントアウトして、奥さんにも渡してますし、大和くんにもね、プレゼントしたいと思います。動画でメッセージいただいた分に関しましては、DVD に一枚ずつ焼いて、これも大和くんが、言葉が分かるようになったらね、見していこうかと思いますんで、一日も早く、喋りとか読み書きを覚えてもらおうかなと思っております。今日はあと1点ご紹介申し上げました。バスローブとポンチョということでいただいております。ありがとうございます。これは兵庫の方からですね、いただいてますね。ガバッと開けちゃいますね。よいしょよいしょ。皆さんの気持ちがね、本当に大和くん、家宝物ですよ。はい、こういう風な形でいただいております。バスローブと、だからちっちゃいバスローブなんですけど、ちょうどね、ないんですよ。すごいですね。はい、大和くん、ご誕生おめでとうございます。大和くんの健やかな成長と、久保ファミリーの健康とご多幸を心よりお祈りしております。ということで、いただきました。お手紙もね、読ませさせていただきました。あ、先ほどのお手紙もちょっと読ませさせていただきましょうか。丁寧なね、和紙ですか、これは素敵な。大和くんのご出産おめでとうございます。ささやかですが、お祝いの品を送付させていただきます。大和くんの健やかな成長をお祈りしております。ご家族揃って楽しい日々を過ごされますようにということでいただきました。ありがとうございます。あ、水戸さんもね、これからお家の中が賑やかになります。本当におめでとうございますということでコメントいただきました。はい、本当ありがとうございます。皆さんのおかげでございます。こちらの方ね、お手紙も大切に取っておきます。で、これが、それちょっと開けさせてもらいましたね、すいません。お、ほら、可愛らしいライオンの男の子のね、あ、名前が入ってる、すごい。いやありがとうございます。ここまでしていただいて、あ、急いで作ってくださったんですね。私が名前をずっとね、渋ってたもんですから、大和くん、これは喜びますよ。もうね、感動です。ありがとうございます。バスローブ。いやー、なんか大物になりそうですね。バスローブまでいただいちゃって。はい、ということでね、今日のいただきましたプレゼント、ありがとうございます、皆さん。ちょっともう非常に持ちきれないというか、並べきれないんですけども、今日ちょうどね、ゆかちゃんのお嫁さんのお母さんがね、妹さんと一緒にいらっしゃいますんで、こういうふうなお気持ちが届いてるよということも合わせてですね、
お知らせしたいと思います。本当にありがとうございます。で、こっからは私の通販なんですけども、ついでにね、今届いたんで開けてみます。通販、はい、まずはですね、私の大好きなこれなんですかね、ひよこ。これね、アヒル、コールダックのひななんですよ。これがアマゾンで売ってまして、もうね、在庫が溜まり次第すぐに取り寄せてるんですけどもね、さらに2個。これで9人になります。はい、それでもう1個、ちょっと重めのが来てますね。これは何でしょうか。アマゾンプライム。で、もう箱だけでもすごいいっぱいになりましたけど、あ、ブロワーですね。ブロワー。エアブロワー。掃除するときにほら、こうやってバーって空気で吹き飛ばすやつですね。これちょっと開けるの大変なんで、この辺にしたいと思いますけども、本当に皆さんいただきましてありがとうございました。本当にね、これからも、皆さんに少しでも恩返しができますように、やらせていただきますんで、これからもよろしくお願いします。それでは、お礼までに返させていただきました。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。